リバ。おいしいよアップルパイ。ここに置いとくから後でお食べ。そうだね、もう3日も回しているんだよ。オリバー、母さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。なあに、オリバー。ううん、早く帰ってきてね。分かってる。母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっとずっと一緒。う、母さん、帰ってきてよ。どうもこうもないがな。大妖精しずく様の完全復活や。え、誰？おい、何度も言わすな。大妖精のしずく様や。しずく？黙って見とったらほんまメソ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 、情けないやっちゃな。ほんなお前は今日からメソや。3日は長い。長いで。なんぼなんでも3日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや、男としてな。3日はないな。ないな。お、自分半信半疑って感じやな。分かった、しゃあないな、説明したる。せやけどな、恐ろしく長い説明になるけどええんやな。うん、そうか、ええんやな。素直でよろしい。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな行くで。うん、実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではない。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国？そう、その二の国の大妖精の俺様がやな、なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和を脅かす典型的な悪いやつがおるわけや。闇の魔導師ジャボーってやつや。奴は人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしい奴や。歯向かった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもうたわけや。しかし驚いたで。自分の涙が俺にかかった途端闇の魔法が解けたやん。なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまりお前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけや。そんな。いや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 、照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。ええが、今から大事なこと聞くぞ。救世主殿、我々の世界救っていただけますか？嫌です。なんて？自分今なんちゅうた？もう一遍言うてみ、もう一遍。嫌です。だって僕にそんなの無理だよ。うわー、これやから素人が怖いわ。自分頼むで。こういう時はさっそうとやな、わかりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンや、パターンや。わからんかな、ほんま、わからんな、この子。だってそんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。
なんでや、おかんが死んだから。え、その自分のおかんの写真見せてみ。ええー、から早持ってこいや。あ、うん。どれどれ。おお、こらまさかこんな偶然があるんかいな。どうしたの。賢者アリシア様や、これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。え、どういうこと。長い説明パート2聞きますか。うん。この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうんや。でお前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと。アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ邪神の玉に閉じ込められたと言われとる。もしそれが本当やったら邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えばお前のおかんは生き返るかもしれん。本当？確かではないけどその可能性はある。あれ？でもなんで雫さんがそのことを知ってるの？ずっと人形にされてたんでしょ？おほう、ええ質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやない。俺が動かれへん間俺は仲間からの情報を受け取ってたわけや。まあ一般的に言うテレパシーっちゅうやつやね。それだけやないで、俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったんや。ジャボーのことを探らせたりしとったんや。でや、えらいやろ。お、どないした。僕行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そやな、動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。うん。それで二の国ってどうやって行くの。知りたいか。ええやろ、教えたる。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探してみ。え？なんで暖炉の中なの？とにかく暖炉の中やさ、行くで。